私がジャンプマスター。信念を持って飛び降りよう。こんにちは、ケンチです。今回は、ね、20歳の時の初体、ガチの体験の話をね、やっていけたらなと思います。基本的に何かあったのかというと、本当のね、ガチの初体験やったんですけども、体験した場所が大阪にあるある映画館なんですね。で、なんでその映画館にたどり着いたかと言いますと、で、その映画館の方に行って入りまして、それでその映画館に行き、その映画館のシアターに中に入って見てたんですよね、映画を。映画内容はちょっと過激なのでちょっと言えないのですけども、過激な映画がしてまして、エヴァ8欲しいな、ホールド、言うないやん。で、始まっ、その映画見てて、周りにね、やっぱいるんですよね、いっぱい人がね、いっぱいというか、そういうキャラが集まってきて、で、見てたわけなんですけども、もう始まったことから始めようか。で、映画見てました、座ってね。じゃあ、男の人が一人寄ってきて、自分の前をね、通ろうとしたんですよ。次のリングまで45秒です。じゃあ、急ぎましょう。通ろうとしたときに、自分の膝と膝、向こうの膝が当たりました。当たって、で、なんか、ごめんなさい、みたいな空気になる、なって、あ、大丈夫ですよ、みたいな雰囲気になって、で、そのままその男の人が横に座ってきたんですよね。自分はどうしようもできずドキドキしちゃって怖かったです、正直言うと怖かったですね。みんなちょっとあっちからかな、ね、あ、ごめん、入っちゃった。でもうぼーっと、もうさっとこうと思って、何もしんとこうと思って、いやと思って、とりあえず映画見とこうって感じで映画見てて、で、自分手の膝の上にね、太ももかな、まあどっちもいいんですけど、手を置いてたんですよ、自分の。じゃあ、その横の人が途中で手をね、触ってきたんですよね。え、どうしようみたいな、これはどうしたらいいんだいみたいな、どうしたらいいのだっていう感じで、どうしたらいいのかなと思ってちょっと我慢してたんですよ。なんか変な感じだったんですけど、でも全然その手がね、全然止まってくれなくてね、全然止まってくれなくて、もうなんかどうしていいか分かんなくて、自分ですよ。なので、これ見ていくか。それですね。なんか入った。で、そこでですね、自分がいるなぁ。
で、それでですね、手を握ったんですよね、自分がどうしようもわかんなくて。じゃあ、それが合図だったみたいで、合図だったみたく、敵に勝ちましたよ。マジない、ちょっと待って、上はあかんぞ。まあいいや。で、私がジャンプマスターですね。最後に残るものこそが美しい。で、私がジャンプマスターだ。手繋い、握った瞬間からそれが合図だったみたいで、それでみたいでから始まりまして、なんか上から順番にいられま、いられするわ。いや、こちらください。シールドリチャージ中。シールドをリチャージしています。で、回復中です。で、上から順番にいられてたんですけど、もう声出すのが我慢してたんですね、怖くて。で、ずっと我慢して、かっこいい、ずっと我慢してて、声をね、ちょっとね、ある部分をいじられた瞬間、声がね、出てしまったんですよね。じゃあ、そっからまた、ちょっと。どこ行った？ここに何かいたんじゃない？次いるの？やだね。てか仲間どこにいるの？で、その、ちょっとこちらって、で、全体的になんかいじられだしたんですね。じゃあ、いろいろと始まって、で、初めてね、その下の方をいじられたので、死にかけて、経験見て、もう死にかけちゃって、で、やってて声がどんどん漏れちゃって、横の人もなんか、ちょっと近づいてきて、よし、やっていこう。私がジャンプマスター、最善を尽くしてくださいね。
結局ね、なんか2対1でやってめっちゃ気持ちよかったっていう話ですよね。はい、今回ね、なんか20歳の時のね、ガチの体験談をね、話していきましたけども、はい、ごちゃごちゃとね、喋ってましたけど、結論的に言うとね、大阪にある映画館の発展招き、男性2人とやったって話ですね。ちょっと、死にそうになって、ふらつい、足、歩けないぐらいふらついて、ついてしまったってことです。っていう感じですね。初体験、こんな感じですね。でも、バリね、気持ちよかったんで、別に損はしてないですけどね、あんまり。変なことはしない方がいいかなと思いますので、皆さんもね、まあ自分が良ければいいと思うんですけども、あんまり無理しないようにね、楽しんでくれたらなと思います。それでは、終わりたいと思います。バイバイ。